爆発事故の影響によって、次の地域の放射器レベルが許容範囲を超えていることを発表しました。長生きは恥。高齢者の数を減らさなければこの国の未来はありません。プロミスと理想の社会を作っていきましょう。いつから人のデータ勝手に見れるようになったんだろう。上の世界のものに夢中になっちゃダメ。美しい国のために若者が死ななきゃならないなんて、そんな国美しくもなんともないじゃない。こんなもんに従うんだったらプロ野球選手になるなんて無理だからやめちゃえ。自分の親でしょ。本物の太陽に当たったリンゴはもっと甘いと思うんだ。台湾、俺の命日。母のこと知る権利あると思います。落とさないようにね、バトン。私は落としちゃったから。